前の馬を追いかける形で進んでいきましたけれども、そんなにいっぱいに追うという形ではないですが、12秒イーブンのこの綺麗なラップのバランスですよね。これがこの馬の特徴というかね、個性をよく表してますよね。長く足が続くという形、折り合い面もスムーズですから、いい調教ができたという印象ですね。ゴール前も少しすごい粘り込んでくれたし、だいぶレースも覚えてきたと思います。順調に行きましたね。最小距離もまあまあの時計で走ってましたんで、いやもう申し分ない枠だと思います。そうですね、2頭ともいい枠当たったんで、もう思い切ったレースをしてほしいと思います。合わせ馬トラジローとですね、やや気持ちがぐんぐん出ていってしまって抑えるのに苦労という格好で先行していきますけれども、最近は特に気持ちがね出て、もうとにかくラップを刻んでしまいますんで、これが一つ本番で心配なところではありますけれども、まあそれにしても速いラップを継続できるというのがね、この馬の特徴ですね。いつも通りです。まあ自分のリズムで逃げれたとは思うんですけど、まあ若干2波目3波目のラップが思ったよか後ろから来てる馬との兼ね合いもあって速くなって、その分ちょっと芝居垂れちゃったんじゃないかなと思うんですけど、あの馬らしいレースはしたかなとは思います。もともと追い切りは動く馬なんですけど、オスカーらしい時計かなっていうところですかね。はい、どうしても鼻は主張しんとならないっていうこともないと思うんで、まあ外枠ならうちの馬を見ながらレース運べるんで問題ないと思います。いいパフォーマンスを見せてもらいたいと思ってます。時計的にはラスト2波論重視という感じですね。ただこれも気持ちが出ていってラップが上がったという印象ですね。レースを経験してきてだいぶ気持ちが前に向くという格好でしょうか。ただね、少し横を向く感じで、まだ走り方という部分では若さが残る印象ですけれども、姉妹をしっかりまとめられたというのは、はい、合格点だと思います。新馬戦は一応ベストの状態で出走させることができたんで、で、ジョッキーも桑村君鞍上で、スタートもうまく決めてくれたんで、そのまま馬の能力で押し切っちゃったような形で勝つことができました。ちょっとまだね、馬も荒削りの部分があったんで、なかなかうまくスタートも決まらず後方からの競馬だったんですが、それでも一回経験できたことによって今後につながるレースができたかなとは思ってます。スズラン賞の後、少し間隔が空いて馬もリフレッシュできて、体もねちょっと成長途中かなっていうような感じの馬体なんですけども、追い切り含めていい動きができたんで、このレースも楽しみにしています。レベルの高い北海道なんで、まだね自分の馬はそこまでのレベルではないと思いますが、やっぱり入着以上の競馬をしてくれるような楽しみは持ってるんで、応援よろしくお願いいたします。序盤から本当にスピードに乗って鞍上側を抑えるのに苦労する感じの行きっぷりですね。ですから真ん中11秒2という格好ですけれども、やはりこの頃のレースぶりもそうですけれども、ラップが上がりがちになるんで、このままもそうですね、折り合い面というところに少し苦労するかもしれません。ただ本当にスピードはありますね。上がってきた落合も言ってたんですけど、ちょっと自信を持って乗りすぎたっていう、レース見てもうそんな感じのレースだったんで、その辺が結果につながったかなと思います。ちょっと気象が勝った方なんで、3、4コーナーもちょっとじっくりいければなっていうのはあったんですけど、でも勝ったのは強かったと思います。販路だとね、ちょっとかかる癖が、だんだん強くなってきたんで、調教方法を変えて、コース中心の、調整にやってますけど、それがうまくいって少しずつリラックスしてきているように見えます。枠はちょうどいい枠じゃないかなと思ってます。ここで男馬相手ですけどね、ある程度いい結果を残して、エーデルワイスに行きたいと思いますので、応援の方よろしくお願いいたします。
合わせ馬の外ですね。いつも早い時計の出る馬ですけれども、今回は追われてしっかり反応するようにという形で、結構手が動いて、ムチも入るという状況でしたけれども、まあそれに応えてダイナミックなフォームで駆け上がってきたというところです。数字的には申し分のないものが出ましたんで、準備は万端というところでしょうか。もうちょっとね、じっくり構えてジョッキーには乗ってほしかったんですけど、ちょっと勝ち急いだ感じのポジションになってしまって、そこが残念でした。やっぱりね、紋別の千人の1枠はマイナスになると思うんで、これが2枠3枠であればね、また違うんでしょうけど、ちょっとその辺が鍵になるかなと思います。そうですね、まあ前回より今回の方がというか、ここを目標に来たんで、その通り最小域でも本当にいい動きで満足してます。はい、前回、負けてしまったんで、今回なんとか結果を出して、リベンジしたいと思いますので、応援の方よろしくお願いいたします。合わせ馬とはいえ、自然体馬なりですね。440キロ台半ばぐらいの馬体でも安定してますんで、強い負荷は必要ないということでしょう。まあこの厩舎の特徴でもありますけれども、13秒台半ばぐらいのラップをずっと続けてきて、折り合い面という部分ではいい形で、調教ができたかと思います。砂嫌がってね、あんまり前に進んでいかない競馬でしたね。まあね、砂嫌うところあるんでね、もっと外枠が良かったですね。まあ中一周なんでね、そんなに強い調教は必要ないですね。まあ当たり前には乗れてますし、まあ欲を言えばね、もう一部早くても良かったかなと思うんですけども、なんとかね、砂克服してくれればね、もっといい成績残せる馬なんで頑張ってほしいですね。終始うちの馬に合わせながらという感じで手は動きませんでしたね。ただ気持ちが非常に乗って前に前にという、今のそのメンタルと体調の良さがうかがえますね。ラップ的にも最後はほとんど追ってませんので、自然にラップが落ちたという形だけですんでね、まあとにかく身のこなし、それからメンタル両方非常にいい感じで来てると思います。マイムレスはなかなか後ろからいい足で差してきてくれましたし、強いメンバーと差のない競馬もできてますので、はい、なかなかいい仕上がりだったと思います。そうですね、それと遜色ない仕上がりで挑んだ芝だったんですけど、思ったより息プリが良くなかったので、まあ、状態悪くなかったと思うんで、芝が合わなかったのかなとか、そういうような思いでいますので、また今回ダートに戻っての巻き返しを狙っております。ビシッとした追い切りかけなくても気持ちで走れる馬なので、予定通りの時計でやっております。かえってやりやすいんじゃないかなと思いますね。他の馬の展開見ながら好きなようにやりますので、まあどっちみち前に行く感じにはならんと思うんです。で状態よく来ておりますし、力関係も五分だと思いますので、十分やれるんじゃないかと期待しております。先行するオスカーブレインを見る形ですね。追いつこうという感じの内容ですけれども、まあとにかくスピードが上がっていきますんで、よくついていってると思います。普通の馬だったらなかなか追走に苦労して、並ぶところまでいかないもんですけれども、ラストも12秒1位ですから、しっかりと、はい、下足は使いました。まあ、前走はそうですね、中段ちょっと手前ぐらいでうまく折り合って、3、4コーナーちょっと砂かかった時ふわふわしたようなところあったんですけど、うまく直線は伸びれたと思います。まあ、前走をここ目標に来てたんで順調に来れたかなと思います。トラジロなり の内容でまずまずの仕上がりかなと思いますけど、まあ、真ん中だから本当うちの馬外の馬の様子見ながらレース運べるんで、まあちょうどいい枠が当たったかなと思います。前走もねあんな感じで勝ってくれたんで、今回も前走同様いいレースしてもらえればなとは思ってます。単走で、まあほぼ馬なり、軽い調整ですね。410キロ台の馬体ですし、もう使い込んできてますんで、
これ以上の負荷は必要ないという判断かと思います。数字的には平凡すぎるというところですが、まあこういう調整もありなんでね、あんまり気にしなくていいかと、このままなりのコンディションというふうには言っていいかと思います。まあ 1000m のレースを使って、まあ、直線はまあいい感じでは伸びてきたと思います。はい、後ろから行く馬なのでそんな変わりないと思います。まあ連投策なので疲れないような程度の調整はしました。まあ、ちょうどいい枠だと思います。はい、まあ一頭でも多くかわして頑張って着でも拾うような感じでやってもらいたいです。よろしくお願いします。合わせ馬の外ですけれどもね、ハイラップを非常にいい手応えで駆け上がってくるんですよね。最後までそのラップを継続させるという意味でかなりムチが入りましたけど、12秒3の上がりだったらしっかりと反応しているということですね。35秒4という数字、これもなかなか、はい、出ないタイムですから、非常にコンディションの良さというのが分かります。先行して粘り込んでいいレースだったと思います。ハーム順調にいって攻め馬も随分いい時で出ましたね。いや、いい枠だと思います。強い相手がいますけど、この馬も先行できるんで粘り込んでほしいと思います。三頭合わせの真ん中とはいうもののほぼ追うところなしという感じですね。最近は気持ちが前に向いてるということもあるんでしょうか。前2戦もね、もう以前とは全然違ってゆったりした時計しか出さないようになりました。今回も同様という形ですけれども、足の運びには無駄がありませんし、しっかりグリップが効いてますんでね、体調の良さを伺いますね。そうですね、意外と強い勝ち方してくれたんで、はい、ちょっと内側すぎるかなと思って、あんまり揉まれたくない感じなんですよね。まあ出たとこっていうとこですよね。やってみないとわからないですけど、はい、それほど目いっぱいは行ってないんで、はい、まあ順調に来てますんで問題はないですけどね。はい、高松君に騎乗依頼したんで、なんとか頑張ってもらいたいです。